はい、二重曲がり峠、標高1150メーター、空の色というテラスですかね。富士山が目の前にドーンと見えます。おはようございます。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、山梨県の忍野村の二重曲がり峠の展望テラスへやってきました。ここから富士山を眺めたいと思います。ほうほうほう、これは、これはいいや。これ寝転がっていいな。いやー、いい眺めですね。山梨県はこういうの作るのうまいですね。去年行った三坂山系の黒岳の麓にある新道峠にある藤山ツインテラスというところも、あそこもすごく良かったですね。あそこは眼下に川口湖が見えて、こことはまた違った凄さがありますよね。南アルプスも見えてすごいいいとこですね。まあ眺めとしては新道峠の藤山ツインテラスの方がいいかもしれませんね。あっちは眼下に河口湖がありますからね。
まあ、ここはここで、いいですよね。はい、ではこの辺で帰りたいと思います。はい、本日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。